浜松オートレース場は、静岡県浜松市中区にあるオートレース場。施行者、土地建物ともに浜松市で所有管理している、中部地区唯一のオートレース場である。2005年9月、収支悪化が原因で、浜松市が浜松オートレース場の廃止を検討し始めたことを受けて、全日本オートレース選手会が存続を求める、署名活動を行った。 その結果、船橋オートレース場とともに2006年4月に日本トータへの民間委託が開始され、これにより黒字転換を果たしたことから当面、存続されることになり、メインスタンドも耐震化に伴う建て替えが検討されている。実況は2015年度下期より、島田祐希が担当しているが、かつては森上りえ、盾野淳、野村達也、橋本祐太だし、鈴木春也、 岸がが実況を担担当当ししてていいたアシスタントは安原幸子が担当しているかつてはナビゲーターに山崎桜、グレードレースに限り田小口美穂子も担当していた。選手会浜松支部が該当 PR を実施、浜松オートレース存続に向けて、署名のお願い経営権全化の取り組みと包括的民間、委託について、 浜松アーリーレースの試行開催について、オートレースオフィシャルサイト、公益財団法人やか、2021年5月28日、閲覧。NHK ドラマ、ガイド連続テレビ小説ひよっこパート1、浜松1、23から1、26、連続テレビ小説、ひよっこエキストラ参加者募集10分で、ひよっこ2017年4月2日放送会合テレビ。 番組 NHK 朝ドラ放映開始餃子工房に臨者2017年4月13日。ありがとうございます。